ジュリア・デュモビッツは、オーストリアのスノーボード選手。2014年ソチオ,オリンピックスノーボード、競技パラレル回転金メダリスト。1987年6月12日、オーストリアのブルゲンラント州ギッシング出身。9歳でスノーボードを始めた。12歳の時にキッツシュタインホールンのスキー場に行く。際にオーストリアケーブルカー火災事故に遭遇しており、乗客155名が死亡した。 この事故で生還した12人の中の一人であったという2003年15歳で FIS ワールドカップデビューを果たすスノーボードジュニア世界選手権では2006年の大韓民国カンウォンド高専軍大会のパラレル大回転を呼びスノーボードクロスで銅メダル2007年のバードガスタイン大会のパラレル回転で金メダルを獲得 東京ユニバーシアードでは2013年トレンティーノ大会のパラレル大回転で金メダルを獲得した。2014年ソチオリンピックではパラレル回転にて決勝に進み、決勝でアンケカルステンスと対戦し、1本目は0秒72でカルステンスに先着されたが2本目で逆転し、0秒12差でカルステンスの滑走を制して金メダルを獲得した。 ありがとうございます。